白金っちチャンネルへようこそ。おはようございます。朝4時半朝起きてくるとお部屋の電気をつけます。まだ水槽のライトはつけませんので、まだお魚たち寝ぼけているかな。まだ眠々で泳いでるんでしょうかね。こちらのコリドラス水槽、上の方にちょっと遠浴させてる子たちがいます。ちょっと泳いでますね。下の子たちまだ動いてないから、まだ寝てるのかな。今日は朝起きてからご飯を食べるまでの魚たちの食事風景を撮ってみました。はい、こっちは玄関の90センチスリム水槽。玄関のライトだけつけました。まだぼーっとしてるみたいですね。ランチ中のライトをつけて、ご飯食べる前にパンとコーヒーを玄関の水槽のライトをつけました。ライトをつけるともうご飯なのかなって思っちゃうかもしれませんね。でもすぐはご飯あげませんよ。2階へ行って2階の水槽のライトをつけます。プラティ水槽、今日はちょっと苔がねいっぱいついてますね。このポトスの根っこ、ウイロモスのとこでみんなで寝てますよ。1階に戻って朝ごはん、私たちが先に食べます。いつもランチ中の前で主人と2人でご飯食べてるんですよ。いつもご飯食べながらお魚見てるんです。ではそろそろランチ中さんがご飯あげましょうかね。いつもの餌、粒餌。粒餌が入りましたね。みんなもぐもぐ。はい、こっちは90センチスリム水槽の丸物水槽。これもいつもの餌。はい、入りましたね。
眼球2回目赤虫も入れていきます。ドバッと入っちゃった。はい、こちらの方も赤虫を入れていきます。はい、こちらはアクアライフせいちゃんもふもふチャンネルの方が担当です。タブレットの餌をやってますね。コリドラス水槽、朝はタブレットだけみたいですよ。この白い水槽はランチューたちが前いたとこなんです。でも私が誤ってこの水槽割ったことあるんですよ。でもこの水槽はせいちゃんもふもふの方が直してくれました。私の主人ですけどね、一生懸命食べてますね。これはステルバイかな、アドルフォイもやってきました。こっちは白コリとパンダ、もう一匹がシュワルティかな。こっちの水槽の方がね、なんか知らないけどみんな元気なんです。よく食べてますね。せいちゃんもふもふ、よろしくお願いします。こちら90センチスリム水槽のワキンたちです。赤虫入れていきます。
つもの餌、これも入れていきますね。2階のプラティ水槽、この子たちも赤虫じゃありません。ブラインシュリンプキューブ、ちょっと餌がブラインシュリンプよりちょっと大きめですね。それを入れてます。プラティたちがよく食べてますね。ちょっとこの水槽、苔がつきすぎですね。すいません。この日は休みでしたので、餌やりが終わったあとは水替えの日です。今日の動画はどうでしたか？またご意見、ご感想お聞かせくださいね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また遊びに来てくださいね。待ってまーす。我が家の全水槽、朝の餌やり風景でした。では、この辺で。バイバーイ。